コロンビア代表、アタランタ BC 所属。ポジションはフォワード。2008年にアメリカデカリでプロデビューし、2011年にアルゼンチンのエストリアンティスでラプラ対移籍。2012から13シーズンには31試合に出場し13得点を挙げた。この活躍から母国コロンビアでは、ファウスティのアスプリージャとも比較されていた。2013年8月、 イタリアの SSC ナポリへ移籍。移籍金は600万ユーロ、背番号は91番。9月28日のジェノア CFC 戦でセリエ A デビューを果たした。2013から14シーズンには5得点、翌2014から15シーズンには6得点を記録したが、絶対的エースであるゴンサロイグアインの画像を崩せなかった。2015年7月22日、 ウディネーゼカルチョへ2年間のレンタル移籍。9月19日のエンポリ FC 戦で、ウディネーゼ初得点をマーク。翌2016から17シーズンには2017年3月5日のユベントス FC 戦でチームを同点に導く得点を上げるなど、経営10得点を記録し、欧州移籍後初の2桁得点を記録した。2017年8月31日。 UC サンプドリア1年間の買取オプション付き、レンタル移籍。2017から18シーズン終了後にサンプドリアが買取オプションを行使した。2018年7月12日、アタランタ BC へ2年間の買取オプション付きのレンタルで移籍した。序盤戦からチームを敬引し、2018年12月9日のウディネーゼカルチョ戦では、 レンタル元を相手にハットトリックを達成。2018年12月26日のユベントス FC 戦では2得点を上げ引き分けに持ち込むと、2019年1月20日のフロジノネカルチョ戦では4得点を上げて、再びハットトリックを達成した。なおこの間の2018年12月3日に行われた SSC ナポリ戦から2019年1月30日に、 行われたコッパイタリアのユベントス FC 戦までの公式戦10試合で連続ゴールを記録している。以後も好調を維持し、最終的にファビオ・クアリャレラの26得点に次ぐ23得点を上げ、アタランタ史上初となる UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得の原動力となった。2019から20シーズン、セリエ A 第9節のウディネーゼ・カルチョ戦にて、 ハットトリックを決めチームは7から1で勝利した。2020年1月17日、アタランタ BC は買取オプションを行使したことを発表した。3月1日レッチェ戦でシーズン2度目のハットトリックを決めるなど、リーグ戦では18ゴールを決め、来期のチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2017年3月23日に行われた2018、W 杯。 南米予選のボリビア戦でコロンビア代表デビューを果たした。2019年6月ウペルーとの親善試合で代表初ゴールを決めるとコパアメリカでも2ゴールを決めた。2021年コパアメリカではコロンビアをアタランタでチームメイトのルイス・ムリエルと共に3位に導く活躍。ありがとうございます。